自然の中で運動を楽しむサバイバル鬼ごっこが、奈良市の県立野外活動センターで行われました。県立野外活動センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、定期的に開いていた自然を楽しむイベントを中止していましたが、6月から対策を講じた上で少しずつ再開しています。 この日はセンターの自然豊かな環境を生かして行うサバイバル鬼ごっこに、小学生とその保護者などおよそ40人が参加しました。参加者は2、3人のグループに分かれ、50分間ハンターに扮したスタッフから敷地内を逃げ回ります。 参加者からは、夢みたいに広いなど施設の広さに感動する声もあり、自然を生かした課題にも取り組みながら仲間との絆を深めていました。センターでは今後も参加者の数を絞るなどの対策を取り、自然と触れ合える機会を提供したいとしています。